ヤガチャガチャンネル、あアンチャーテッド黄金塔と消えた戦団というわけでございまして、皆さんどうも、ヤガチャッチャでございます。私ヤガミンことヤガミハヤテがお送りしております。アンチャーテッドシリーズ第2弾、黄金塔と消えた戦団というわけでございまして、先週まではですねエルドラドの秘宝をお送りしていたわけでございますが、アンチャーテッドシリーズ第2弾の黄金塔と消えた戦団、こちらもプレイしていきたいと思っております。相変わらずでございますが、展開も知らなければですね、ほとんどもう初見みたいな状態になりますので、ぐだつくところはぐだつきますが、お付き合いくださいというわけでございまして、新しい展開になってくんでしょ。ちょっと楽しみだな、ただただ楽しみだな。さあ、何、結構見覚えがあるやつらとまた冒険するの、それともなんか違う感じになるのかな。私は見たものの半分も人に話さなかった。誰も信じてはくれないと分かっていたから。マルコポーロ、1324年死のとこにて。久しぶり。どこだここは。俺の血だ。俺の血。ドバッと俺の血。死じゃんこんなの。こっから危機一髪。これは違うところに出口があるの。あ、カメラ切り替わったな。こっちじゃないってことだよね。こっちか。こんな流れから始まるの。あらららあ、でもこっちは落ちなかった。おお、上がある上がある。いやいやいや、道、おーっと、あららららら、いや顔つきであった方が今回の動画面白いぐらい、今俺面白い顔してたと思う。でそこからジャンプして、なんか前よりなんかジャンプ力下がった。前作ジャンプ力おかしかったもんね、正直。でよいしょよいしょ。大丈夫大丈夫だ、頑張れ。でもそこよいしょ、でよいしょ。こういうこと。うわー、すげえこの展開。あらら、お腹から血出てる人はこんなに動けないんだよ。危ね、よいしょ。でこれはどっちにスティック倒すのが正解なんだ。待って、こっちってこと。あらら、あーし、なんで生きてんの、むしろ。でこういうこと。あー、もっと上に行くきっかけを得ればいいのね。あらら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 、よいしょ。で登って、よし、急いで急いで。ああ、あらら、
いやもう急がないと急がないと、急いで。一話から波乱万丈すぎない？どういうこと？おい、一杯おごってくれよ。ハリーフリー、おいおい、こんなとこで何してる？お前を探してたんだ。おっと、喜ぶべきか警戒すべき？多分両方だ。来いよ。仕事が入った。マジで？俺らがもしあるものを手に入れられたら莫大な報酬を支払ってくれるというクライアントがいるんだ。なるほど、それで。ただちょっとした事情が。ダメだ、絶対無理だ。ちょ待て待て、話だけ聞いてくれ。フリー、この博物館で盗みに失敗して二人死んでるだろ。一人は無事成功した。ああ、かろうじてな。お前に協力してもらいたい。成功したのはお前だけ。この山には二人いることはよく分かった。いや、三人必要だ。そうだ、噂をすればちょうどお出まし。違う女。誰だ？クロエ・フレイザーよ。ネイト・ドレイク、姉さん・ドレイクだ。元気ハリー。クロエはかなり有能なドライバーで、相棒にはもってこいだ。みたいだな。よし見ろ、計画はこうだ。まず下水道から入る。出だしから楽そうだな。下水道から中庭へ、そこから壁をよじ登り屋根を伝って行って下へ降りれば展示ホールだ。なんてことない。展示ホールには一体何があるのかって？聞いてないが、どうぞ。これがオイルランプ？そう。こんなガラクタを？一体なぜだ？わからない。だからあなたを探したわけ。このクライアント単なるマニアックだ。暇と金を持て余してるコレクターとかだ。それにしたってこれは何の価値もない。まだ続きがある。お前ラテン語は読めるんだろ？どこでこれを？拝借した。そのマニアックなコレクターさんから。悪い二人だな、多分。トリゾンドでヌスットに襲われて、父と叔父と私は偉大なる宝を奪われた。これはマルコ・ポーロの日記だ。それぐらい私たちにだって分かったわ。残念ながら続きはチンプンカンプン。待て、間違った者の手に渡らぬように思いもよらぬ場所に大いなる悲しみを閉じ込めた。強大なる藩の見光が13の運命を守るだろう。言っただろう、わけがわからない。これ行方不明の船のことよ。そうだ。どういうことだ、説明しろ。マルコ・ポーロは600人と14隻の船で中国を出た。クビライ藩からもらった宝満載で、だが1年半後ペルシャに着いた時、船はたった1隻、乗員は18名だった。彼は旅を詳細に記録してたのに、他の船がどうなったかは書いていない。仲間のことも。つまりこの辺りのどこかに皇帝の宝を積んだ13隻の船が今もあるのよ。そう、それをクライアントは狙ってる。このランプを見ろ、モンゴルの文字が書かれてる。フビライ藩からの贈り物だ。強大なる藩の御光が13の運命を守る。二人とも喋っちゃうの好き。消えた船団の場所が分かる何かをだ。じゃあ分取り作戦決行よね。当然そうだろう。みんな喋るな。チームだな。仕方ない。ま、なるようになるでしょ。それが始まりなんだね、今回の。どういうことこれ。右上側にお宝があるのは分かったよ。でももう正直ネイトがダメージ受けてそれどころじゃない気がするんだけど。
あ、今回はあれだ、宝の名前が出なくなったけど怒ってる像の、あ、神の像。あ、なるほどね、今回はテンポ崩さなくなったんだね。あー、それはいい判断だと思います。え、どっちだ、行けってことか。そう、行けってことなのか行くなってことなのかの判断が非常に難しい。でもまあ行くしかねえんだろうな。で、まあパート1から即死ポイントとか作んねえだろ。いや、あれなんだろうな、なんか1と違う表現したくなったんだろうな絶対これ。まあね、リマスターだからあれだけど、やっぱプレステ3っていうね、当時でもやっぱ悪くないハードでやったわけじゃない。だから1でいろんな表現やったから2はまた違う表現にしたくなったんだろうなっていうのはなんとなく思う。雪山が舞台だとかさ。あ、操作フィールは全然変わらないんだ。なるほど。やっぱりそうだ、鍵がかかってる。で壊すと。お腹痛くてそれどころじゃなさそうだね。で、いやいやいや、そこら辺のフィールが一緒なのはいいね。ああ、狙われた後なんだ。運命ってあるんだな。なるほど、狙われたんだね。ん、なんでそこでカメラがアップになる。合ってるのか。え、でもこっちは、あ、もしかしてこれ壁蹴ったら、ああ、なるほど、死んじゃうよ。あ、これ上で、あ、まだまだ上やんのか。ほんとあんたどこでも行くね。え、これ、あー、なるほど。で下に降りりゃいいのか。そんな血出てる状態で着地とか死ぬぞ、何度も言うけど。で、あー、こっちじゃねえの。ほう、入り組んでますな。え、これなんか明らかに意味ある感じの壁なんだが、だよね。で、あっち側か、よいしょ。で、上乗ってと。でもいきなり銃撃つシーンから始まるとか、ちょっと既存プレイヤー向けの作りになってる感じあるね。で、あ、そこ登るの、箱押すとかじゃなくて。やっとだ。死んじゃうってやっぱ。え、え、気失ったのか。あれか、回想と今を繰り返して時代というかタイミングを合わせるつもりなんだな、シナリオ的に。久しぶり。さすが激しい男。一体何がどうなってるか説明しろ。何不倫のこと。ああ、忠告ぐらいしてくれ。あなたをびっくりさせたかったの。とにかくあなたを見つけるの苦労したわ。フットワークと尻が軽いお前がか。はっ、やきもち焼いてるわけ。どっちがどっちを見捨てたのかしら。あなたが嫉妬するなんておかしいわ。ちょっと待って。言っとくけど、フリンと私の関係はあくまでも仕事上のものよ。本当に？大体はね。私気づいたのよ、フリンは何か情報掴んでた。あなたも一枚噛みたいはず、そう思ったの。で、どんな計画？言った通り、宝を奪って船を見つけてスルッと逃げる。フリンと？うん。それから？宝を3人で山分けして、あなたと私は消える。
今度は二人でね。なるほど。それまでは私たちの関係はないっしょ。あいつ怒りまくるぞ。それは私に任せて、信じて、あら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 、なんか一作目に比べて随分とあれじゃないの。なんかもうね、大人のあれよ。起きれるんか。これ以上移動速度遅くなるレアなんだか。ん、どっちが正解だこれ。だってこれこっちこうじゃねえの、ちげえの、あっちなの、あっちなの、あっちなの、届かねえだろ絶対。いやでもカメラはあっち行けっつってる感じするけど、いやあっち行けっつってんな。本当に行くぞ。届くんかい。すごいなお前相変わらず。で降りろってこと。あーそこか。いやー不安定で、さらに登って、いやーなんか前作はやっぱ知らないのもあっていろいろ教えてくれたけど、今作は物語をまず理解するところからって感じだな。死んじゃうぞ。お、え、4ヶ月前なんだ。結構時間かかるな。本当にやる気だな。銃さえあればハッピーなんだが。銃は必要ない。いざって時の保険になる。はあ、フリン、相手はただの警備員だ。パトロールの順番も分かってる。安心しろ。安心しろ？安心しろ。トルコの刑務所に入ったことあんのか？一度捕まったら終わり。ぶち込まれて奴ら鍵を捨てちまう。知ってんだろ？お前より知ってる。お前はそういうのが好きかもしれないが、俺は嫌だ。だからしくじりたくねえ。大丈夫だ、任せろ。着いたわ。前作よりも映画感がすごい。どうする？進みながら考えよう。手探りじゃヤバいってこと知ってるよな。手探りじゃない、柔軟に対応する。行き当たりばったりでしょ。ああまあ臨機応変ってことだ。臨機応変、自信過剰なやつ。あそこだ。言った通りだろ、あの通路を行けば博物館の真下に出る。まずはよかった。少しは俺を信用しろよ。OK。 私はこっちを行く。おい忘れるな、途中にある塔を通過するときは照明がついてたらダメだ。何度も聞いた。二つ目の中庭出る前に照明は必ず消すんだぞ。絶対に消すわ。集合場所にバンを用意しとくから、あなたたちは捕まらないでちゃんと出てきてよ。もちろん。おしゃべり終了、もう行こう。クロエ、集合地点で会おう。楽しみにしてる。はあ、どこへ行けばいいか分かってんのか。いつもそうだろう。
というわけで、こんな感じで、お送りしてきているわけではございますが、まあ今回ちょっとお時間ちょうどいいところで、なおかつチャプターもちょうど変わったところかなと思いますので、今回はこの辺でというわけでございまして、また次回からですね、黄金刀と消えた戦団進めていきたいと思っておりますので、何卒よろしくお願いいたします。ここまでのお相手は私ヤガミンこと矢上隼人がお送りしました。ではまた次回動画にて See you next time. Stay tuned. Bye bye.